はい、皆さんこんにちは、太田結衣でございます。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。あのね、今日はね、皆さんにね、ちょっと私のね、懺悔大会をね、聞いていただきたいんです。まあ、あの、本業はね、お芝居をやってるんですけど、まあ、YouTube でも1年くらい活動してきて、ことあるごとに私はね、YouTube でも話してきたし、結構ね、こう皆さんに私は日常をね、話してきたつもりなんですけど、一個だけね、皆さんにね、言ってないことがあるんです。当時はね、そんなに特に思ってなかったんだけど、最近ちょっとね、あの、悔い改めると言いますか、ちょっとこの辺に、あの、反省の兆しが芽生え始めたので、ちょっと今回は懺悔大会をね、お送りしたいと思います。はい、そんな太田結衣の懺悔大会に今日はゲストにお越しいただいております。はい、顔なし大先生でございます。このね、顔なし大先生、実はね、あの、貯金箱なんですね。こんな感じね、口が開くようになってるんです。で、ちょっと今日はあの、顔なし大先生にね、私のね、この懺悔をあの、食べていただいて、あの、紹介していきましょうということで、今日は食いしん坊の顔なし大先生にお越しいただきました。いや、もう本当にね、別にね、大したことじゃないんです、正直。あのね、ことの発端はこの間のね、日曜日なんです。なんかね、その週ね、なんか割といろいろ忙しかったのかな。日曜日の夜の時点でなんかすごいね、達成感をね、私は抱えてたんです。日曜日や、やっとお休みや、みたいな感じで、しかも私最近ね、半沢直樹でめちゃめちゃハマってるんです。もう毎週ね、日曜日最近はね、あの、9時までにお風呂に入ってやることも終わらせて、9時に半沢直樹を見るっていうのが私のね、なんかメインイベントだったりするんです。で、そのね、2週間前の日曜日も、半沢直樹が超いいとこだったから、晩ご飯とかも、半沢直樹を見るためのなんかセットみたいな感じで買ってたんです。これを食べながら半沢直樹を見たらもう最高だろうなみたいな感じで、でも全部準備して、いざ9時になりました。もうね、もう本当にね、幸せな日曜日やーと思ってたんですけど、その時にね、私の過ちが始まったんです。なんかね、その半沢直樹を見ながらこのご飯を食べてると、最高の日曜日過ぎたがゆえに、今日はもう史上最高の日曜日にしようみたいな、なんか変な、なんか使命感っていうか、チャレンジ精神みたいなのが湧いてきて、何をやってしまったか、もろもろにね、お酒を飲み始めてしまったんです。本当にね、めったにお酒飲まないし、お家で一人で飲むなんて、なんかもう指折り数えるくらいしかないんですよ。で、可愛いもんよ、そんな、なんかお家でちょっと薄めにウイスキーを割って、半沢直樹を見ながら、マジで最高だったの。2020年ベストオブ日曜日っていうか、キングオブサンデーみたいな。2020年一番幸せな日曜日がね、その日だったんです。で、なんかもう半沢直樹が終わる頃には結構ね、なんかお酒も進んで、すごいね、こう、もう最高すぎてテンションがね、ちょっと上がってたんだと思うんだけど、なぜか私はね、ウーバーイーツを開いてしまったんです。もうここからです、ここからです、顔なし先生。なぜかね、ウーバーイーツを開いてしまって、で、なんかすごい気が大きくなってたのかもしれないけど、なんと松屋のね、牛丼を頼んでしまったんです。もうあかんやつやん。もう一番あかん。もうウーバーイーツの中で一番あかんよ、牛丼なんて。しかも、もうその頃にはさ、半沢直樹も終わってるわけ。私のゴールデンタイム終わったはずなのに、なぜかね、10時半ぐらいにね、牛丼を頼んでしまったんよ。で、届いたの。届いたんよ。で、食べちゃったんよ。マジで美味しかったの。もう私ね、あの、毎日食べたものをね、その栄養士さんっていうか、あの、トレーナーさんにね、送ってるんです、写真を。だからもうなんか毎日炭水化物の量とか、なんかこれ食べちゃったんですとか、おやつ食べちゃったんですとか送ったら、いや、気をつけてくださいねとか、なんか本当親身になって私が痩せるために頑張ってくださってるんですけど、もちろんさ、そんなことさ、言えんやん。10時半にさ、牛丼を食べちゃったなんてさ、言えないじゃないですか。だからね、内緒にしちゃったの、私は。送らなかったんです。でもさ、もう次ジムとか行ったらさ、痩せましたとかさ、体重減ってますかとか聞いてくれるわけやん。なんかもう心が痛くてさ、ひしひしとさ来たんよ、なんかそういうのが。というわけで、今日はこちらのね、あの、顔なし大先生にこの私の懺悔をね、食べていただいて、この、私はもうこの罪悪感から解放されたいと思います。本当にね、悪いと思ってるよ。なんで、あの、タイミングで食べちゃったかな。
って本当に思ってるけどね。マジでね、美味しかった。いや違う、でもね、違うの、もう本当に本当に申し訳ない。いや違う、私は何を食えるかっていうと、その食べたことじゃないんです。内緒にしてしまったことを食いてるの。そう、内緒にしちゃったんです。仮に別にあれを食べたとしても、別にトレーナーさんに言えばよかったんだけど、私はやっぱどっかで罪悪感というか後ろめたさを感じたばっかりに、それを言わずにやってしまったんや。それが良くなかった。やっぱね、ちゃんと言えばよかったんよね。私、太田優は一時の喜びを求め、深夜に牛丼を食べるという人生の大イベントを開催し、それをトレーナーさんに秘密にして過ごしてまいりました。トレーナーさんをはじめたくさんの方に応援していただいている中、反省しています。以後、ほうれん草を大切にしてまいります。お納めください。別に牛丼を食べないですって言ってるわけじゃなくて、そう、私はほうれん草を大切にしなければいけなかったんです。てか牛丼はね、たまには食べたらいいと思うの。ただそう、私はね、ほうれん草をしなかった。報告、連絡、相談、それがね、あれば私はこんなに懺悔をしなくてもね、よかったんです。ただ私はほうれん草をしなかった。というわけで、こちらをね、ちょっと顔なし大先生にお納めしたいと思います。いきます。来たら困る。ちょっと待って、これがちょっと大きすぎたんか。もう一回いきます。よし、お願いします。ございました。というわけで、今回の動画は太田優の最近やった懺悔話をお聞きいただきました。いかがだったでしょうか。まあね、ちょっと今暑い時期なので、皆さんいっぱい食べてね、元気に過ごしていきましょう。というわけで、今回の動画も面白かったよとか、顔なし可愛かったねっていう方は、いいね、グッドボタン、またチャンネル登録もよろしくお願いします。またやってみてほしい企画があったら、ぜひ下のコメント欄に書いてください。また明日全部やめます。というわけで、今回もありがとうございました。また次回の動画で元気にお会いしましょう。またねー。